それでは、えー、上級講座のね、えー、説明会始めたいと思います、えー、担当は、えー、レクセン2講師、シャローシの大野ですよろしくお願いいたしますあの上級講座の方を、ねえー、僕の方で担当しますので、えー、上級講座とあと年金キーパー講座ですね、えー、そちらも自分の担当なんで、えー、説明会の方を、ねえー、いたしますで この部位を見てる方っていうのは上級講座ですのでねえまず再受験の方やと思うんですよ基本的にね。ということはむちゃねえーえー悔しい思いされた方とかじゃないかなと思うんですよ。頑張って頑張って勉強したんだけどもうちょっと足りなかったとかね。 で毎年こういいところまで行ってるんだけどっていう人もいらっしゃるでしょうしまあ1年目こう勉強されてどうしてもこう時間的にねインプットはしたけど内容を入れて終わってしまったとかね、まあ、あのとにかく悔しい思いされた方がこの部位を見ていただいているのではないかと。 いうふうふな想像はしてるんですよねで、まあ、その悔しい思いをね、えー、されてるそこの、えー、あなたってことですけどももう終わりにしたいですよねもう本当にあの終わりにしてほしいっていうか終止符打ってほしいっていうかねハッピーエンドで、えー、受験生活終わってほしいと思うんですよね正直。で、まあ、受かるとね 試験受かるとね、もう本当に楽しいですから、えー、8月ね、えー、お盆の辺ね、えー、旅行行けますしねこう海行ってね、えー、海水浴して日焼けしてもいいわけですよ受験生がねこう真っ黒で日焼けするまあジグ黒の,の人はね元から黒いからいいですけども、ね、受験生が 日焼けけしててて真っっっ黒になるわでもねで年末年始とかね、まあ、クリスマス年末年始とか、えー、普通にまあ楽しいですよ。えー、もちろんね受験生の方が楽しんじゃいけないとかそういうわけじゃないですけどもでもどうしてもねこう頭の中には常に受験ですから、えー、試験に通るということを第一義的な目的として生活してるわけですから。 やっぱり、ね、合格するまではどうしてもそこからはその呪縛からは離れられないとだからとにかく合格しましょうと、えー、合格して、えーまあ、楽しい夏休みクリスマスお正月過ごしてほしいっていうのはねもう正直ありますよねで受かるとねもう本当に嬉しいんですよあのちょっと画面ね見ていただこう思うんですけどもこちら。 まあ毎年あの上級講座を受けてね合格していただく方はたくさんいらっしゃるんですけどねもうレックの講座を受けて合格した方たちのねえ顔を見てくださいねもうみんなにっこにこや思うんですよ。満まま面の笑みでええ顔してますよねもうにっこにこになってほしいなっていうのはあるんですけど。 ね、あのこれ <laughs> 僕なんですよねな,な,んかなんかねこうこ,こっち側を映してほしいですよねあのなんか名刺交換してる、ね、ただのおっさんが映ってるみたいな感じでねこれね <laughs> あの、まあ、あの名刺交換とかしたりちょっといろいろ苦労話聞いたりしながらもう、ね、僕の、えー、視線の先でニッコニコだったわけなんですけどね。あの 僕のななななんか不思議な僕の顔が映ってる感じでねこ <laughs> れ僕なんですけどねち,ちなみにまあ僕はいいんですけどね正直、まあ、本当にこうああのぼ僕もニッコニッコなんですけどね <laughs> もう皆さんあのあ工藤先生もね映ったりしますけど本当にこういいひとときというかあのこの写真写ってる時の祝賀会って結構通ったんですよね。 いうかその前の年が空前絶後の合格率で、えー、合格率がむちゃくちゃ低かった年で,でその次の年で合格率はまあ,あの長い試験の歴史でいうと低めなんですけど前の年から比べると何か倍ぐらいの感覚だったんですから、えー、合格した方も何か倍増みたいな感じだったんで、えー、にっこにこの顔をたくさん見れたんですよね。でまあ、非常にあの 皆さん、ね、こうこの V 見て、えー、頑張ろうと思ってほしいんだけども、えー、2018年のね本試験目指して、ね、こう合格して本当にコニッコになってほしいなというのがねもう本当にあのもうその気持ちだけなんですかねもう僕の方はね。で、えー、再受験再チャレンジしていただいて、えー、本当にッコニッコ合格していただくため,ためにあの上級コースね えー、おす,すめかなというふうふに思ってるんですよね僕自身は年金キーパーと上級講座の特にあ特に担当しまして、まあ、ウェブの方でも登場する感じにはねなるんですけどもまああのどういうところが上級講座、えー、おすすめかっていうところをねお話ししたい思っておりましてこちら。 あのね、受験勉強ってインプットインプットだけやとあかんと思うんですよね。で、ある程度こう知識入ってきた方からすると、問題使って練習しておかないと得点になかなかなってこないんですよね。ですから、インプットだけアウトプットだけ、えー、どねどっちかだけっていうことで勉強って成立しないんで、で特にし一通り こう知識が入っている状況が経験値としてある方につきましてはまあ配合的に言うとある程度こうインプットをやってでその後にまに過去問といたりするっちゅうのをこう組み合わせながらやっていくっちゅうのはベストで,でまあ過去問をやれというのはよく言うんだけどもあの自分で自宅帰ってから過去問やるっていうのは結構しんどかったりするとでそこで上級講座の基本的にはスタイルなんですけども。 インプット講座をある程度こう圧縮コンパクトにしてですねでえまあ過去問の講座をこうえもう本当に必要な量入れててですねまあ過去9年間の一問一答のねえ過去問集あの普通に講座申し込んでいただいたらえまあ教材としてついてきますので過去問ねこう本屋さん行って。 えー、選定して購入するというもうそういうあの必要性もない,ないですもう上級講座やっていただいたらね、えー、インプットをやったらもうその後、えー、過去問が、えー、解説がついてくるでそれに合わせて、えー、勉強をやっていただけたらもう自然に力つく思うんですよね。で、まあ、ちょっと考えていただきたいんだけども国民年金の事例問題皆さん、えー、すらすら解けますか いやいやまあ、すらすら解けるんだったら、えー、合格しとるわいって何か言われそうなんですけどね、あのー、結構近年の問題って事例問題化しててですね年金の問題なんかも結構苦戦するわけですね。で講義を聞いてで自力で、ね、過去問開いてなかなか進まないですよなかなか最近の問題って。でそういった ある意味皆さんが苦戦するだろう問題とかは非常に重要な問題はねこっちでピックアップしてきちんと解説講義しますから皆さんがこうとにかくあの効率よく勉強していただくカリキュラムになってるんでまああのインプットして過去問やるっていうのはう本当にスタンダードな勉強方法なんですけどもその過去問のこう非常に重度の高いところの解説を 本当にあの適切に入れていきますので、まあ、ここの分というのは一番上級講座のコアな部分で一番まあおすすめする部分ですねイン,インプットと過去問使ったアウトプットの学習のバランスがむちゃむちゃいいということですねこれは非常におすすめのポイントです。であとねあの今回の2018年向けの、えー、上級コースの、えー、一番の目玉お話ししましょう。こちら 先取り白書講座先取り改正講座それからハーフ模試、まあ、あの労働編と、えー、社,会社会保険編とこう本当にいい半分の模擬試験をそれぞれ、えー、進行に合わせて、えー、タイミングよく,よく実施するとまああの溜、ー、まり過ぎるとねこうなかなか落ち着かないとか整理しきれないとかあるからちょっとこう。 労働編終わって半分の模試がある社会保険編終わって半分の模試があるっていうのはまああのいいと思うんですよすごくねあのやりっぱなしにならないですからね。でこの「先取り白書講座」ですけどもねまあ先取り白書先取り改正なんですけどもちょっとリーフの方をね画面映しますけどね「先取りシリーズ」とか書いててね これね、あの直前期に膨大な白書をいきなり配られて、白書講座のテキストを配られて、僕らもその効率よく講義はするんだけども、むっちゃやっぱり初見で見ると抵抗感あるんちゃうかなと思います。分かりやすく講義はするんだけどね。だからもっとこう早いタイミングで、ある程度こう全体像 白書書かれている内容、えー、基本的なポイントですよね。つかめてるとだいぶ違うんじゃないかなと思うんですよ。で、改正内容ももう決まってる改正だけある程度早いタイミングで、えー、まとめまとめた勉強できると直前期に本格的な白書講座とか改正講座っていうのは当然やります。あの。 リフの方でね、こう改正法攻略、白書攻略、あの充実の講座やります。ただあのいきなりボリューム大きいやつ、ドバーンと渡されるよりは、ある程度のこう早いタイミングで、まあ大体のこう漢字やってるとえ直線機がすごく楽だと思いますね。一回やってるもんだから。 一回ある程度やってて感じが分かっているというところがあってもう一回やるっていうのは全然頭への入り方が違うと思うんですね。で全く初学の、えー、方だと、えー、ね白書を先取りでやる改正先取りでやると言っても結構あのしんどい部分があるかもしれないけどもこう上級講座を受けていただく皆さんなんかはある程度の経験値があるから、えー、まあその白書の情報 改正法の情報とかねえまあこういう感じで勉強するこんな感じで情報を入れてやるっていうイメージがちょっとあると思うんでまた受講生さんの声としても早めにできる部分からやりたいという声もありますのでまあそういうあの声にね応えたという感じなんですね。先取りのここううういい講座をやるというところがすごく あの充実しているということとあ,のあとあのハーフもしね今回あの本当に初めての試みみたいな形なんですけども、まあ、ちょっとお話しましょう。えっとねこれも、えー、ま,とめまとめてポイントを書いてくれてるリーフのページがありますので、まあ、ちょっと画面上ね映しますこちらです。 えー、ハーフもし知らないのかって、ね、あの突っ込みたくなりますけどねあの今回リーフこういう感じなんですよねあのなんかアメリカンな感じがしますけどねあのなんかマッチョなマッチョなあのこの人よく出てくるんですけどね、えー、知らないのかみたいな感じなんですけどね、えー、これねあの本当にハーフなんですよね。えー、労働科目社会 保険科目も半々じゃないですか分けるとでそれぞれその分量をやる形ですので選択式四問で託一式三十五問ということでまああの本当に本番の半分という感じなんですよねでそれをそれぞれ労働科目社会保険科目のまあ切り切りよいタイミングですよねそこで実施する形でで特に 今回、まあ、上,級上級講座の、ねえー、形ですので、えー、レベルの高い新作問題ですと、まあ、問題もねこう本当に力入れて、えー、作る形になると思いますので早いタイミングで、えー、両門で、えー、整理していただけると思うんですねあとの復習密にやっていただいてねですから、あのー、こう直前期に模擬試験、えー、入ってきて、まあ、それで力を上げていただくっていうのは当然 必要なことなんですけれども、ある程度こうタイミングよく手前で、ハーフでやるっていうのは。皆さんの負担に。すごくならないんじゃないかなと思うんですよね。で、非常に効率よく勉強していただけるんで。あの、この辺はおすすめです。で。もっとも、あと皆さんにお伝えしたい情報がありまして。ただのハーフ模試じゃないっていうことなんです。さらにって書いて、書いてるね。ハーフ模試受験者については。 ご希望者については講師が個別に面談し学習指導をします。で通信の方は滝先生がね電話対応しますと。これすごくいいですよね。あの使ってほしいですよね。あのアフターフォローあの万全にやりますのでえ結果がまあ模試をやると結果が出てでえまあその時の勉強の進捗状況。 でご自身の取った得点いろんな悩みは尽きないと思うんですよ。こういういところができないとかでその点数として結果として見せてもらうとねああここができてないいつもここなんですとかねでここはできてるんだけどとかいろいろ課題が上がってきたりしますでしょうで。それをこうもういろいろもやあもの抱えていないで僕らにぶつけてほしいんですよね。 でえー、個別にいろいろあの相談あたってね、まあ、勉強の方法だとか、えー、どういうふうにやっていく勉強やっていくかの方針とかね、えー、こういう勉強法実はやってるんだけどとかいろんな話できると思うんですよね。こういうその面談ってなかなかね今までこういう感じではやってなかったですからあこれは一番こう皆さんに寄り添った形での内容だと思いますので。 非常にあのおすすめのポイントですよね通信の方だってもうお電話で、ね、もう非常に、えー、滝先生の方でね、えー、いろんな話していただけると思うんでね、まあ、相談対応しますんでね、まあ、ちょっとこれは一番頭入れといてほしい部分ではありますね。で、えーまあ、そういった形でねもう個別にフォローもしていくというね形で,で新カリキュラムのお話もしたわけですけども。 あとあの上級コースですごくおすすめのポイントというのが、えー、まだありましてですねこちらこのね、えー、上級コースですけど特にあの年金キーパーキーパー,、えー、キーパーねあの9月に実施するんですよ年金キーパー講座ね。 だから早期で学習を始めていただいて、えー、年金キーパープラスう上級コースまああのー、試験が8月に終わってもうなんとなくもうしんどい感じでね、えー、もう本当精神的にもうものすごく集中して勉強しててで試験終わってもう燃え尽きちゃうみたいな、ね、こう気分的になかなか立て直せないとかあると思うんですけどもう 再チャレンジされる場合はね、もう本当に古いたたしてほしいというのがあるんだけども、あの年金キーパーっていうのをつけていただきますと、こうね、えー、目に飛び込んできましたか。十、えー、年年金対応来たぞって感じですね、えー。8月から平成29年8月から。 年金の受給資格期間25年から10年に短縮大変ですよこれ本当にお年でも何でもなく大変ですよ早い時期から年金やった方がいいですよ本当に年金苦手な人は特にだからもう試験終わった後ちょっと疲れ切ってる状況とか正直あるかもしれないけどももうそれを奮い立たせてもらって。 で一番早い時期で年金キーパーというのをこう講座としては実施しますので、えー、国民年金3回厚生年金4回でこれで、えー、もう先に年金の復習をザーッとやってで、えー、受給資格は10年縮まる話もありますからね講義の中でここがねこうなるんですよみたいな話入れながらねでただあの10年になる話をこうやるにあたって 結局その元からの話の流れがあると思うので、元々ののあの話を出発点というか、あの改正前後のこう接合具合というかね、こう流れをしっかり追っかけていきたいなっていうのは僕の中でもあるんですね。まあ元々こうだったけどこうなんだけどここがこうなるんですっていうのをね、すでに勉強されている皆さんですから。 まさらっの方はもうその10年の話,話をこう一からやるっちゅう形ですけどもねまあもともとの話をある程度生かしつつ、えー、10年対応の話を入れながらっていう形で僕はちょっとやりたいなと思ってるんですけどねまたあの僕自身は年金を特にあの好きでね、えー、年金を特に得意にしてる人間なんで、まあ、あのできましたら早い時期に年金キーパー も受けていただいて僕の方も担当しますのでねで、えー、それで、えー、こうモチベーションを上げて、えー、上級講座に進んでいってほしいなとそういう感じであの正直思っております。まあ、年,年金は、ねえー、忘れる前にキープせよと、ねえー、書いてまして本当にその通りだと思いますね。えーそれからあ 上級講座のこう、本当にいいお勧すすめのポイントなんですけども。あのね、いろんな講師の講義見れるっていうのは。すごくいい特徴なんですよね。こちら。あ、これね、悪手の僕なんですけどね。まあ、あの、僕含めまして、えー、ね、こう。 沢井先生、山下先生、えー、ね、樺島先生、樺島先生、澤井先生、山下先生、ね。えー、皆さん本当、あのー、力のあるね、えー、講師でね、非常に講義もわかりやすいです。で、いろんな、まあ、切り口のものを聞けますので、で、まあ、別に、ね、こう、お好きなのを選んで、えー、ね、こう、聞いていただいて、見ていただいてみたいな形でいけますので。 いろんな切り口でいろんなものを聞けますしでまたインプット部分が上級講座ってえまあ普通の初年度向けの方の講座とかと比べるとこう圧縮されてるでしょうだからまあそ,のその分ねウェブでちょっといろいろいろんな先生のやつやってみようみたいなこともできますのでねまああの僕も頑張りますけどねほか優秀な講師陣 皆さんわかりやすい講義しますから。いろいろ見れるっていうのはね。えー、いろいろ選択できますから。まあ、ウェブでね、特に学習を進めていく方なんかにおすすめですよね。本当にこういうところは。一番。えー、レックの売りかなというふうにはね、思っております。まあ、あの、まあ、まとめますとね。ええー。まあか、とにかく。 もう100%と言わずもう 300%, 300合格したいという皆さん思いだと思うんですよ。合格すると本当楽しいしね人生変わるしね、えー、本当にねこう話戻りますけど、えー、な夏に旅行行けるってほ本当、ね、こう一般人の人は分かんないんですけどこれは受験やってる人間はね夏に旅行行けるって。いう これすごいことなんですよほ本当に、まあ、いきなりこの部分だけ、ね、V 見たら「こいつ何言うてるねん」みたいな感じかもしれないんですけど受験生されている、ね、どうですかね合,合格することにすごく僕は価値があると思ってて頑張って頑張って頑張ってやりきって合格する本当にいいこう努力した結果が合格なんで。 え合格した後さらにね社労士として頑張っていくスタートラインに立つだけではあるんだけどもこうスタートラインに立つ素晴らしさって本当にねえもうスタートラインに立てないと何も始まらないじゃないですか。もうしのごろ始まらなないいじゃないですかで本当に合格あのスタートラインに立って前向きなえ悩みが持てるというかねさあこれからどうしようっていう本当に前向きな 悩みなわけですよね本当前向きな悩みを味わってほしいっていうかね本当そう思ってるんでねニニココなってほししいし、ね、でそのためにはあの良質のインプットとアウトプットと、えー、こう配合よくやっていただく必要性がある効率よくね。で、えーまあ、ウェブでいろんな講座も見ていただけますし年金キーパーとかやっていただけたら早いタイミングで年金の復習と、まあ、今後 ね、こう今後というかもう、えー、29年8月に改正になって、えー、改正内容を勉強していく上での布石を打てるというところの、えー、良さもあると。であの新カリキュラムで皆さんに寄り添った、えーね、こうアフターホールモ万全の体制も取っていくわけですので、まあ、ぜひぜひあの上級講座ね、えー、おすすめですのでね。まあ、講座で ね、皆さんとお会いしたいなというふうにはね思ってますね本当に。であの僕自身あの最後にちょっと僕自身のことを言っとこう思うんですけどもあの僕の講義っていうのはあの事例を使ったり、まあ、いろんな例え話事例を使ったりでこう、まあ、想像力をかきたてるというかこう目の前に情景が浮かぶ話を いいいっぱいやっぱやていくスタイルなんですよ特に僕は年金は得意で年金のところなんかはもう本当に2階建てのところからストーリー建ててもう僕のストーリー建てに乗っていただければ普通にあの染み込むように年金の知識とかも入ってきますのでね、まあ、あのまずは年金キーパーからスタートする形にはなると思うんだけどね。まあ、その辺であの ウェブ生講義ねともどもご受講してほしいなというようなね感じで思ってますね。まああの2018年のね、えー、合格目指して、えー、皆さんとともにね歩んでいきたい、えー、そのようにね、えー、思っております。えー、僕自身の、えー、説明講義はこれで終了いたします、えー。皆さんどうもありがとうございました。